皆さんこんにちは、パクセイレンです。ここは神奈川県の海老名市、小田急電鉄の海老名駅です。本日2021年の4月19日、小田急電鉄はここ海老名に小田急電鉄で初めての鉄道博物館ロマンスカミュージアムを開館させました。で、本日はそのロマンスカミュージアムの開館当日ということで、僕もですね頑張ってチケットを取りまして、なんとか取れたんですけど、今回はそのロマンスカミュージアムが一体どうなっているのか、簡単にですけれどもね、皆さんにご案内したいと思います。今日はオープン初日ということで、かなり人手が多くて、そんなにねたくさんいろんなところをあっちこっち紹介するということはできないと思うんですが、まあもしねそうなってしまったら、また後日別の日にですね別撮りで皆さんに動画をご紹介しますので、そちらでまたこのロマンスカミュージアムの紹介に詳細についてはご案内したいと思います。というわけで本日はその開館初日の様子をご案内したいと思います。よろしくお願いします。すごいな、胡蝶蘭だ、胡蝶蘭でやってると思うんですけど、花だらけですよ。さあ、そして最初に出てくるのがこちらが、モハ1型といったと思いますけど、ごめんなさい間違ってたら、こちらが小田急電鉄の開業当時から使われている車両になります。もともと小田急は小田原急行電鉄っていう名前で開業したんですけど、だいたい時代でいうと大正から昭和に移るぐらい、1920年代の話。車体も今よりは小さくてですね、それからこの運転台のところとかも見ると、これ運転台っていうものはなくて、このように客室とそれからその運転員さんが立つところをパイプで仕切って、そして簡易的なものでこのようにやってたんですね。車内もこんな感じで、あの大宮のね鉄道博物館、あんな感じで結構ねしっかり残ってるんですよ。これはすごいな。この座席とかもなんかどっかで見覚えがあるようなやつが使われています。それからブラインド、まあ、現在でいうカーテンも、これは多分上から下ろしてくるタイプだと思うんですが、こちらにも木が使われています。またパンタグラフは、これは今のまあ、今活躍しているような3000型とか1000型とか、まあ、そういったものと比べると非常に大きくなっています。いや、でかいな。うん、多分この横幅、ここのね横幅は多分2メートルぐらいあるんじゃないですか。間違いなく僕の背丈よりは大きいと思います。まあ、ここも見どころなんですけど、もうここだけじゃないですからね。てかもうこんなのまだ序の口ですから。さあ、この先ですよ
さあ、おお、すごいすごいすごい、感動だ、素晴らしい。わあ、もう小田急もやってくれましたね。いや、特にね、この江ノ島ってつけてくれてんだから、これがポイント高いっすよ。おお、誰かちょっとパノラマ本じゃない、あのミュージック本ですね。パノラマ本名鉄になっちゃうわ、流したみたいですけど、もう鉄オタホイホイって感じですけどね。ここには歴代のロマンスが5車種が展示されています。一番手前、こちら乙女って書いてありますけど、これが1957年にデビューした初代ロマンスカーの SE スーパーエクスプレス。そしてこちらが現在海星駅のところでも実は生体保存が一両されているんですが、ニュースーパーエクスプレス3100型 NSE。 そして一番向こうに止まっているのが、僕もね、これは乗ったことがあります。2018年に引退しました、1980年だったかな、デビュー、ラグジュアリースーパーエクスプレスの LSE です。こうやって見ると NSE と LSE って似てるようで結構違うんですよね。この展望車っていうのは変わらないんですが、2階のこの運転台の窓の形状が違ったりとか、それからこの先頭の部分も地味に違うということがわかると思います。 NSA はこういうなんか突起物のところにライトがついていますが、ただこっち側 LSA の方は特にそういうなんかこっちみたいなね、派手なライトとかそういったものは装備されていません。LSE はね、もう忘れもしない2018年の4月の10日、最終のね、特急、なんだっけ、あれば、ホームウェイ83号か、ホームウェイ83号の臨時片瀬江ノ島駅で僕も最後乗りましたけど、あの時にね、僕が乗った車両がこれなんですよね。NSE は僕乗ったことなかったんですけど、車内はこんな感じになってるんだ。リクライニングはしないんですね、見た感じ。こちらが初代ロマンスカーの SE。 こうやって見ると車高は今のロマンスカーと比べるとだいぶ低いんですよね。まだ当時日本人の体格があまり良くなかったからなんじゃないかなと思いますが、座席も結構低めに設計されています。これ客用ドアなんですけど、これ普通の家のドアみたいにこう中側にこういう風に開くタイプなんですよね。こういう今時はこういう感じのドアですけど、旧型客車であるようなこういう車両の内側に向かって開くドアが採用されています。それからこれも時代を象徴するもの、禁煙車。昔は鉄道ではタバコを吸えるのが当たり前でした。現在ではむしろタバコを吸えるっていう方がもう貴重になってきて、今多分車内でタバコ吸えるのってサンライズぐらいなんじゃないかなと思いますけど、このロマンスカーでは基本的に昔からずっと禁煙で貫かれていたんだそうです。見ると灰皿とかそういう感じのものも、でも見た感じない、あ、でもこれは多分この今止められてるところあるじゃないですか、ネジで、ここに昔灰皿があったのかな。さあ、こっち SE ですけど、どんどんね、NSE と LSE と NSE とそれから、一応めちゃくちゃになって申し訳ないんですが、この SE 車は実は現在の JR 東海、昔は国鉄でした、国鉄御殿場線にも乗り入れて、昔から特急で走ってたのかちょっと分かんないんですが、 JR の地方にも直通をして、まあ、今でいう特急富士山号として御殿場まで運用されていました。それからこれはね、僕も何度も乗ってます。まあこの小田急では乗ってませんけどね、現在では長野電鉄で特急雪無理号として運用されております。ハイ SE、 これは1万型といいまして、1987年にデビューし2012年に引退をした車両です。でこれはハイデッカー構造が特徴的でして、結構ねお客さんからは好評だったんですが、ただバリアフリーとか、まあ、そういった時代の流れの影響で、まあ、バリアフリーに対応してなかったんですよね、このハイ SE は。だからその自分よりも先に登場した LSE に押される形で2012年に惜しまれつつ引退しました。でその後長野電鉄に4両編成が2本譲渡されて、現在では特急雪煙号として長野で運用されています。僕もねこのハイ SE ロマンスカーだった時代には乗ったことなかったんですけど、もう長野電鉄にね引っ越してからもう腐るほど乗ってますんで、
もう本当にね、これは懐かしいどころか、あ、いつものだよねとか、もうそんな感じですね。ただ小田急から中野電鉄に譲渡されるにあたって、でこのこれ今ね、ロマンスカー特有のこのなんていうのかな、ちょっと濃いような、まあ、ピンクに近いようなそんな赤色をしているんですけれども、これが真っ赤なその信州のリンゴをイメージした赤色に塗り直されています。またこのハイエスイはですね、面白い展示のされ方をしてまして、ハイエスイっていうのはまあ今でもそうなんですが、連接台車を採用しているんですね。連接で通常であれば台車っていうのはあの、まあ、これ車輪が2個あるんですけど、車輪がここと、あとそれからまあこの辺にもう1個ついていて、でまた隣の号車にもこれとこれとって、まあ、大体ですね、まあ、1つの車両で8個の車輪を使って走るということになっているんですが、連接台車はこの1つの台車をですね、2つの車両で共有するということをやっています。ですから今はね、もうあのこの1両しか展示されてませんけれど、これがもし2両展示されていたら、ここにまた隣の号車がつくということになっているわけです。でこれ連接台車にすることによって何が変わるかっていうと、乗り心地がまず向上するということ、でそれから1両の長さが短くなりますので、まあそんなにねたくさんのお客さんが1両に乗らないんですね。なのでまあプライベート感といいますか、まあそんなになんかワイワイガヤガヤという感じはできないんだけれども、まあ、落ち着いて旅行をしたいという時には結構おすすめできるようなそんなものです。現在でも小田急ロマンスカーでは VSE がその連接台車を採用しています。ただこの連接台車のデメリットとして、その車内が少し小さくなってしまうので、お客さんをそんなに大量に運べないということがあります。それはやっぱちょっと問題だということで、2018年デビューした最新型の特急ロマンスカー GSE ではこの普通の連接台車の採用は見送られ、こういう普通のね、1両で8つの台車を使う、それボギー台車って言うんですけど、そのボギー台車が採用されました。先ほどは長野電鉄に行ったロマンスカーの紹介でしたが、今度はこちら山梨県の方に行ったロマンスカーのご紹介です。こちらはロマンスカーの RSE、1991年平成に入ってからデビューし、2012年平成のうちにデビューしてしまいました。ロマンスカーの中では割と短命で、だいたい20年ぐらいしか活躍できなかったんですよね。かなり運用時間の短かったロマンスカーです。これは先ほど SE をご覧に入れましたが、その SE の後継として JR 東海の御殿場線に直通し、昔は御殿場までしか行かなかったんですが、この RSE からはさらにその先、海沿いの町沼津まで行くようになりました。すごいですよ、これ背面テーブルついてんのにプラスアルファでインアームテーブルもついてるっていう、この豪華ぶりすごいですね。マジでこれ乗りたかった。もうちょっとロマンスカーに興味を示すのが早ければね、まあこんなタラレバばっか言ってもしょうがないんですけどね、でも本当にこればっかりは一度は乗ってみたかった。そしてこの2階建ての特徴として、ちょっと最後にちょっと後回しになっちゃいましたけど、ここがね、この高さがホームの高さなんですけど、少し高いところに通路があるんですよね。あの普通のね215系とか、それから首都圏で走っているような普通列車グリーン車っていうのは、あのこう上からこう車内から入って、こうまた上がって降りて、でまた出口があると、両端に出口があるんですが、この RSE は片側にしかドアがないので、もう片側っていうのは別にドアを作る必要がないから、だからわざわざ通路を下に下ろす必要がないんですよね。だからこのようにこの一段上のところにこのような隣の号車との通路があるというわけです。これは面白いよね。あの今近鉄のビスタカーとかもこんな感じになってますよ。じゃあ2階に上がっていくんですけど、2階暗っ、あ、ジオラマやってんのか今、だから暗いんだね。お、VSE が入ってきました。よくできてんな。これあの下が各駅停車のホームで、上が特急ロマンスカーとか快速急行とかのホームなんですけど、それもしっかり再現されてますね。ただなんか見た感じ、あの一度まで意識のホームじゃないみたい。だからこちらには新宿のホテルセンチュリーもあります。いやすごいな。さすがにバスタ新宿は作んなかったみたいですけど、バスタ新宿も作ってほしかったな。それからあのここにですね、あの宮崎県のアンテナショップっていうのも実はあるんですけど、それもちゃんと作ってるのか、びっくりしましたよ。みたいな。これも作ってるんだからびっくりしますよね。さすがに JR の新宿駅は作んなかったみたいですけど、でもまあ未ロードとかがあるだけ十分でしょうか。おバスが動いてる。お小田急の
小田急のバスが動いてますよ。多分あれはあれですね、なんだっけ、バスコレかなんか使ってるんだと思いますけど、多分。それから新宿西口のマルチメディアヨドバシカメラもあります。この踏切はあれですね、新宿駅出てすぐのところで、こっちには JR 東日本の東京総合病院もあります。でここから先またずっと行きまして、多分この辺がね、この辺が多分代々木上原だと、あの代々木上原の、あの名前忘れましたけど、あのでっかいモスクがね、実はあの代々木上原にはあるんですけど、それもちゃんと再現されてます。でそれからここは下北沢ですね、井の頭線が来てる町田の隣、ここが今ちょうどロマンスカー、おお RSE だな、 RSE が出てきましたけど、ここが相模大野、ここで今度、小田原線と江ノ島線が分かれます。エクセも止まってます。でここで江ノ島線が分かれまして、そして向こうにあるあれはなんだ、ちょ分かんないですけど、この辺はちょうど藤沢駅ですね、江ノ電が走ってますが、あの小田急湘南ゲートと、それからあの三井住友、まあ、四井住友、住友なのかな、四井湘南信託銀行って書いてますけど、藤沢駅の南口周辺の様子も書いてあります。でそれから手前にはこちら鎌倉の大仏高徳院と、あとはこの辺はだいたい七里ヶ浜とかその辺だと思いますが、その相模湾の風景で、この手前の道路が国道134号です。鎌倉高校前駅もあります。それからご丁寧にこんな感じで軌道の、この併用軌道の区間も書いてあります。あとこれはなんだ、これは紫陽花ですから、多分紫陽花寺のあの明月院とかだと思うんですけど、はあ明月院も書くのか、ご丁寧なことです。今ロマンスカーがね、片瀬江ノ島から帰ってきましたけど、ここが、こちらが東名高速道路で、ここには名前こそ書いてませんけど、もう誰が見ても分かりますよね、海老名サービスエリア、現在ではネクスコ中日本のエクスパーサという、まあ、商業施設的なやつがこの海老名にも進出してきまして、エクスパーサ海老名という名前になっています。こっち側とか見るとね、誰がどう見ても海老名のサービスエリアだよなって感じですけどね、もう死んでもエクスパーサとは書いてません。多分ネクスコからの許可が取れなかったんでしょうかね。それからここに流れている川が、これが相模川で、横を走っているこの単線の線路は間違いなく、まあこれは間違いなく JR 相模線ですよね。でそれからこの相模川の鉄橋がありまして、奥を見るとあそこに丹沢のロープウェイもあるのが見えます。途中に大山寺も見えます。でそれからこれ以上ね、望遠が効かないんで申し訳ないですけど、奥上のね、山の上側の駅のところにあれがありますが、あれはあれですね、なんだっけ、大山阿夫利神社。そしてこちら側が本厚木です。そして本厚木からもう一瞬なんですけど、ここの単線の線路は今度 JR 東海の御殿場線になります。でなんかいろいろ脱線しまくりましたけど、ここが箱根湯本駅、本当はロマンスカーはここで終点のはずなんですけど、ただこっから先もまたさらに進むみたいですね。ジオラマですから、もうその辺はどうでもいいんでしょう。箱根湯本の手前に流れている早川の流れも割とちゃんとしっかり再現されているし、それから箱根湯本の駅もちゃんと書いてあります。ロープウェイの終点、ここは桃源台、桃源台から元箱根、箱根町を通って、でまた桃源台の港に戻るというルートで、この芦ノ湖の箱根快速線は運行されています。この箱根のカルデラはそんなにしっかり作られてはないみたいですけど、でも一応大涌谷の駅の前にある黒卵、それは書いてあるみたいですね。それからこんな感じでね、自分でこうやってロマンスカーを走らせられるようなコーナーがありまして、やってみましょうね。USA が出てきた。こんな感じで、おすごいすごい、ヘアピンカーブ。こうね、自分の作った線路に合わせて、今度は GSE ですね。こうやって
自分が作った線路の上を、自分が作ったというかこうやってなぞった線路の上をロマンスカーが走ってくれるという、これ面白いな。それからこういうなんか多分紙かなんかでできてると思うんですけど、ああいうこういう感じの、なんていうのかな、これはちょっと説明見なきゃわかんないわ。どんな街が好きかな、ここには都会も山も海もあるよ、自分らしいロマンスカーやお家を生む。あ、なるほどね。ここでそういうなんか自分でなんかペーパークロフトみたいなことをやって、でここの上に置けると、多分そういうことなんでしょうね。ここにトレインズっていう小田急のグッズショップがあるんですけど、じゃああまりにも人が多すぎますので今回はパスして、また次回以降来るときにここについては立ち寄りたいと思います。ちょ、人多すぎるわこれ。というわけで博物館の外に出てきました。皆さんいかがでしたかね、ロマンスカミュージアム。僕もねちょっと今回はね、そんなあれこれ考えるということはせずに、あ、これいいなっていう直接のその率直な感想を今回は多く動画に取り入れたつもりです。皆さんもね、今しばらくはネットで予約をして、そしてこのロマンスカミュージアムに来て、そこでお金を払うっていうシステムになってるんですけれど、ぜひね皆さんもこのロマンスカミュージアム本当に面白いんで、ぜひ行ってみてください。僕もねもしかしたら通うかもしれない、ここについては。ちょっとね、海老名なんでアクセスはね正直、まあ僕の家からの場合だと良くないんですけど、ただ新宿からでもロマンスカーとか快速急行で1本で来れますし、まあ、それから横浜方面からでもね、まあ、小田急ではありませんが相鉄とか、まあ、他にも JR とかいろいろこの海老名にやってくる方法っていうのはたくさんありますから、ぜひ皆さんも予約をして、小田急のロマンスカミュージアムって調べれば、それでもうすぐ予約のサイトとかも出てくるので、ぜひそれで皆さんも楽しくこの小田急のロマンスカーミュージアム楽しまれてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺でありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。